あれ？いつの間にスメラギ寮に来たんだ？ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。わかった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。やばいな、俺、無遊病なのか。後で兄さんに相談してみようかな。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜軍本部の中だったよな。これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。優勝チームには俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。おお、やったぜ。半分けはどうする？カゲロウ発案、つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色のこよりを引いたやつが同じ班な。さっさと選ぶぞ。半分け決定。二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。やったー。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。おう。心配するな。俺の超能力は防御に特化している。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。うん。お前と組むことになるとはな。カラスが群がるその腕前、見せてもらおうか。なんだこいつ。うん、知っていると思うが、僕はスカウト組の師伝。超能力は瀬戸さんと同じ放電だ。僕の足を引っ張るなよ。努力するよ。それじゃ始めるわよ。班長は当然僕で構わないな。異議あーり。なんだ、アダルトのお前が班長になるとでも言うのか。紫伝くんよ、お前さん人間性が今3つほどリーダー向きじゃないのよね。な、僕をバカにするつもりか。ほらほら、そういうところ。今回の班長は穏やかなユイトくんがいいと思います。
俺ですか？構いませんけど。ユイト君もそんな堅苦しい話し方はやめようぜ。よろしく班長。スメラギのお坊ちゃまめ、さぞかし命令慣れしているんだろうな。なんだよその言い方は。何シデン、お前ユイトのことやっかんでるの？誰がそんな低俗な。ああ、そういやお前今年の配置替えで生徒隊を希望してたんだっけ。残念だったな、憧れの生徒隊長がお前を選んでくれなくて。うるさい、さっさと始めるぞ。あ、仲良くやっていこうよ。笑顔あるところに幸せありってバッキーちゃんも言ってるし。バッキーちゃんねえ、こいつはいいや。シデン、笑顔だぜ笑顔。無駄話をしていないでさっさと行け。よし、とりあえず周囲を警戒しつつフラッグを探そう。俺の超能力の出番だぜユイト。力を貸してくれ。ナイス先制攻撃。毎回思うけど、出てくる怪異がリアルだよな。訓練用のビジョンだって分かってるんだけど。怪異だけじゃねえ、空間全てが作り物だぜ。俺の体は本物だよな。よろしくかけろ。ユイド、僕の力が必要だろう。気安く呼ぶな。水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな、注意してくれ。やっ、ここだ。
任せ。
せろ。やったか。近くに物資反応があるみたいだな。こっちはゴール地点だ。フラッグを回収せずに行くつもりか？危なかったな。いちいち指示するな。さっさと行け。おお、怖っ。噛みつきまくり。チワワかっつーの。よろしくかけろ。やっ
力不足を認めなきゃ。ちゃんと決めてくれよ。よし、見つらねえようにな。ちゃんと決めてくれよ。畳みかけるぞ。やるね、お見事。頭に入ってるんだろう。いいから黙ってついてこいって。かまってちゃん。まあ方向は合ってるはずだから。これで見よう。力を貸してくれ。よろしくかけろ。そら、やっ、そ
こい。ナイス先制攻撃。お、敵が珍しいもの。任せろ。落としたみたいだ。紫電の放電を使えば有利かもしれない。力不足を認めたが、当たれ。そら、やっ、当たった。じゃあ、麻痺して動けないうちに叩いちまえ。やっ、畳みかけるぞ。終わりだ。本当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんな奴を贔屓するんだ。うーわー、紫電くんよ、お前さんがリーダーに選ばれない理由ってそういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。黙れアダルト。おいユイト、この先気をつけろよ。僕が班長ならゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまりフラッグを探し回るよりゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。ああ、そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。やっぱりな、重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。悪いが、俺はこっちの敵の相手で手一杯だ。重ねは頼んだぜ、ユイト班長。同じくだ、僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。やっ、よし。ちょっと
すげえな。よくあの二人を制御できたな。見事だ。ユイトさん、すごくかっこよかったです。いやー、さすがユイト君、難なく班長を務めてくれたな。今回は勝てたが、僕はお前を認めないぞ。私の計算ミスだわ。ごめんなさい、花火つぐみ。ううん、そんなことないよ。みんなの責任だもの。悔しい。ユイト、正直言ってあなたを舐めていたわ。
まさか超能力で負けるとは思わなかった。あ、うん、そんなにストレートな言われ方をするとは思わなかったけど、よかったよ。この間一緒に戦った時も見どころはあったし、私あなたのこと気に入ったわ。ありがとう、嬉しいよ。ご観覧中悪いけど、これ商品な。お疲れさん。父さんからメッセージ。海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お、何が？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだからかっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。クジもズルしてた。新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。やっぱり訓練の前にいつの間にかスメラギ寮に移動していたことが気になる。もう一度スメラギ寮に行ってみよう。何か思い出すかもしれない。